戦霊者、ヨハネ、戦霊,霊者、ヨハネ、戦霊者、ヨハネ、紀元前6年から前2年頃から36年頃は、新約聖書に登場する古代、ユダヤの宗教家、預言者。個人の改心を訴え、ヨルダン側で、イエスラに、戦霊、バプテスマを授けた。新約聖書の、ルカによる、福音書によれば、父は、祭司、ザカリア、母はエリサベト。 バプテスマのヨハネ、アライシャヨハネとも、聖教会では、キリストの道を備えるものという意味のセングの章を持ってしばしば呼ぶ。日本ハリストス聖教会での呼称は、セングジュアライヨアン、ゼンクジュセイヨアン。イエスの弟子である使徒ヨハネとは、同盟の別人である。ルカによる、福音書一章36節では、ヨハネの母エリサベトとイエスの母マリアは親戚だったという。 同福音書においては、天使ガブリエルによって、その誕生を予言されている。マタイによる福音書三章によれば、ヨハネは、ラクダの皮に置き、腰に皮の帯を締め、稲ごと、野蜜を食べ物とする人物と記述されている。ヨルダン川下畔の荒野で、神の国が近づいたことを人々に伝え、悔い改めるよう迫り、罪の許しに至る洗礼を授けていた。 先例は当時すでに回収者をイスラエルの一員として受け入れる儀式の一部として行われ、違法人の汚れからの清めを象徴するものとされていた。しかし、ヨハネは先例に新たな意味と緊急性を付与した。ヨハネはユダヤ人でさえも罪の汚れによって神の民と呼ばれる権利を失ってしまっている考え、先例は悔い改めた者に対する神の許しの確証と 新しいイスラエルの一員として受け入れられた、確証とを意味する、予言的印としたのである。西暦28年頃、ナザレのイエスも、彼の洗礼を受けた。彼はこの後、ヨハネによって創始されたアラノでの洗礼活動、荒野の誘惑に入っている。なお、ヨハネが求めた、悔い改めとは、道徳的な改心ではなく、 むしろ従来の当時のユダヤにおける人間の生活上の価値基準を180度転換すること、すなわち文字通りの改心であった。ヨハネはファリサイ派など当時のユダヤ教の主流派が過去において立法を守って倫理的な生活を送ってきたことを誇り、それを基準として立法を守らない人々、あるいは貧困などによって守りたくても守ることのできない人々を けがらわしいものとして差別し、下げすむ心のありようを罪と考えた。ルカによる、福音書に正午から六節では、ヨハネの登場にあたり、イザヤ書四十章四から五節が引用され、谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くなる。曲がった道はまっすぐに、デコボの道は平らになりと二重の平行区によって、イエスの先駆者としてその道を整えるヨハネの使命が、 示され、社会的不均衡の是正が示唆されている。これに続く、人は皆、神の救いを仰ぎ見るという引用句は、ルカの普遍的救済思想を示している。なお、ヨハネによる、福音書1章35節では、他の福音書でも、イエスの最初の弟子としているシモン・ペトロとアンデレは、元は、洗礼者、ヨハネの弟子であったとしている。 ヨハネは当時の領主ヘロデアンティパスの結婚を非難したため捕らえられた。そしてある少女が祝宴での舞踏の褒美として彼の首を求めたため処刑されたとする記述が各福音書に見られる。ヨハネの弟子たちはその後も地中海世界において集団で宣教活動を行っていたことが使徒行伝から伺われる。キリスト教において伝統的にヨハネは イエスの先駆者として位置づけられている。このため、聖教会では、戦後寿荒い者、前駆受戦者、ホーラナーの称号を持って呼ぶ。キリストの先駆者として、特別の尊数を受け、カトリック、聖教会、聖公会などで聖人とされている。伝統的に、誕生、斬首、首の発見、のそれぞれが祭実とされる。洗礼名としても好まれ、他のヨハネと区別するため、 ジャンバティスト、フランス語と特に呼ぶこともある。また、先霊者のみを名前として用いることもある。イタリア語、バッティスタなど。福音書筆者はイエスの言葉として、先霊者ヨハネは預言者のうち最大のものであるが、天国の最も小さいものでも彼よりは大きいとしている。キリスト教におけるヨハネの位置は、旧約時代の最大の預言者であり、 イエスの到来を告げる役割を持っていたとする。そのような解釈の根拠となったのは、イザヤ書やマラキ書にある、主の道を備える者についての予言である、イザ四十三マラ三一この理解は、比較的早く、キリスト教内に成立したと見られ、教官服音書すべてが、旧約のこの箇所に言及している。また、マラキ書には、この予言者をエリアと呼んでおり、 マラ三時二十三分、福音書ではヨハネをエリアの再来と捉える見方が提出されている。エリアはユダヤ教においてモーゼに匹敵する預言者とみなされており、またその不死が信仰されていたのである。また、キリストの洗礼をもって三位一体の権限とみなす立場からもヨハネはキリストの本性を示す役割を担ったとされた。このような、 イエスに導く者としての理解から、後に、ディーシス、鳥なしにおいて、マリアと洗礼者ヨハネを平地して描く図像表現が、生まれている。また時代が下がった伝承では、新薬外展のルカ福音書外転等に、荒野の幼子洗礼者ヨハネが、エジプトと企業にある、聖家族と出会ったとする伝承も生まれた。これは、ルネサンス以降特に西法で好んで描かれる題材となった。 イエスが誕生する以前、ユダヤの地に一人の預言者が出現した。それが心霊者ヨハネである。ヨハネは、ローマ皇帝、ティベリウスの在位15年に、ヨルダンガー流域で活動を開始した。彼は、ラクダの毛衣を身につけ、腰には、皮の帯を締め、稲ごと、の蜜を食べていた。その姿は、かつて、イスラエルに現れた大いなる預言者エリアの姿を、彷彿とさせものであった。 旧約聖書には、次のような予言がある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。この使者こそ、洗礼者ヨハネであった。彼の活動の中心は、洗礼であった。彼は、週末の接近を解き、神に心を向ける、改心する、よう人々に求め。 その改心を認証するものとして、洗礼を施していた。こうして、洗礼を受けることが、最後の審判の際に救われる、唯一の手段だというのである。この活動は、罪の許しに至る、改心の洗礼と称され、民衆の絶大の人気を得た。その活動を聞き及んだ、ナザレのイエスも、ヨハネの元に赴いて、彼から洗礼を受けた。 図説聖書の世界 P164 月本昭夫、山野隆彦、山吉智久著学研。キリスト教美術において、ヨハネは好んで題材となる聖人の一人である。ヨハネの描き方には、いくつかの伝統的な主題がある。ヨハネと共に描かれることの多い象徴、アトリビュートには、以下のものがある。先例者ヨハネに関しては、 以下のような祭日が伝統的に設定されている。ただし今日では、成人数計を行う教会においても、必ずしも全てが祝われているわけではない。またこれに加え、聖教会では神玄祭りの翌日1月7日、1月20日を、ヨハネのシュナクシス、仙愚寺イオアン回収祭としている、冬の仙愚寺仙用案ンイとも、なお6月24日は、 カトリックなどにおける彼の生命祝日となっている。フラビウス・ヨセフスのユダヤ古代史には、先霊者ヨハネへの言及がある。イスラム教はヨハネをイエス同様、予言者として認めている。イスラム教における名はヤフヤンイエスとモーセを予言者として認めないマンダ教においては、ヨハネは最後の最も偉大な予言者とされる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。